こんにちは、ハイジーです。というわけで今日は私名古屋に来ているんですけれども、コメント欄にそろそろさんからの情報で、なんとこの名古屋には普段と違ったメニューが食べられる米田コーヒーさんがあるとのことでやってまいりました。もうついております。こちらでございます、甘味喫茶おかげあんさんというお店でございまして、確かに完全にロゴの雰囲気も米田コーヒー店さんそのままです。でお店はこちらにございます。雰囲気がいつもより和な感じがしますね。これは米田コーヒーの和バージョンでございます。入ってみましょう。お店に入ってきまして、店内の雰囲気はいつもの米田コーヒーさんです。なんならこれ米田じゃん、木を基調としたこの感じじゃんっていう状態で、椅子もこれですから本当にいつも通りって感じがしますけれども、メニューに早速和なものが揃ってる感じでございます。あんみつ、みつ豆、本わらび餅、お団子、コメントのリクエストもありましたけども、お団子自分で焼けるんですって。で見逃しがちなのがうどんですか、これ。うどんもあるので、さらにこちらは白ノワールのいちごバージョンみたいな、いちご祭りやってましたり、がっつりお食事メニュー、普段の米田さんにはない、いわゆるこういう喫茶店メニューとかもあるんですね。ベジ玉焼きうどんとかめっちゃうまそう。このセット気になりません？カレーうどんと醤油団子のセット、このセット半端じゃないから決まりだね。でドリンクはこちら自慢のお抹茶がありますので、これいってみましょう。すごいね本当に。最初にはあのいつものお豆はありません、ここにあるやつね。でいつものあの紳士のマークはトイレのマークにありました。女性バージョン初めて見たんですけども、こんな感じだったんですね。そして今こちらコンロが運ばれてきましたね。ここで自分のテーブルの上でお団子焼くってことですね。来ましたお抹茶なんですけれども、メニュー写真とはちょっとかけ離れた器のサイズ感、こんな大きいの、かわいいうさぎ柄なんですけども、中のお抹茶自体は別に大ボリュームってわけじゃなく、こういう感じで入ってます。美味しそうだね、すごく泡立ってます。いただきます。まずはお茶の方から。あ、本当にお抹茶だ、甘いとかじゃなくてお抹茶、本格的なお抹茶だ。そしてやってきましたのがお団子でございます。はい、こちら、ありがとうございます。これつけてこうやって焼いていいってことですか？そうですね、はい、先に焼いていただいて、そこからつけていただいても、はい、焼いて二度焼きしていただいても美味しいです、はい、なるほど、どっちでもいい、ね、はい、どちらでも大丈夫です。あ、わかりました、ありがとうございます、はい、つけてみます。はい、らしいので半々にしましょう。じゃあ片方は先につけて焼くパターン。あ、すごいすごいやりやすい、くるくるくるっと、はい、はい、めちゃめちゃ美味しそうじゃん。ちなみに醤油にしました、今回醤油のお団子、タレと言いましたけれども、カレーうどんも来ました。ちょっと忙しくなってきた。こちらは時間的には3から5分食べましょうか。カレーうどん、お餅も入ってんだね、あれこれすごい満腹なんじゃない、あれで、お水がいつものグラスだ、米田コーヒーさんのこれじゃん。あ、なんかすごく嬉しい。高校に進学してクラスメートがみんな変わっちゃったけど、一人だけ中学から一緒の人がいたみたいな、それ発見したみたいな、すごく安心感。水だけどありがとう。ではまずはカレーうどんの、わうわー、濃厚系だ、濃厚系、サラサラ系のカレーうどんもあるけど、僕こっちのが好きなの、濃厚系。めちゃめちゃうまい、最高なパターン。こっちも一応焼いていきましょうね、なんかね時間かかっちゃうかもしれないから。でこれに関しましてはね、もうね、ものすごい濃いクリームシチューみたいな濃さがありましたよ。まあ今汁物を汁物で例えるというわけわかんないことをしましたけれども、うわーうわ、これめちゃめちゃうまい。今皆さん見ました、僕のすするときに汁が濃いからちょっと使えるくらいの汁、綺麗にツルツルツルっていかなかったでしょ、そのくらいの汁の濃さ。辛さはスタンダードだね、そんなに辛くない、ちょっとピリッとくるくらい、めちゃめちゃ美味しい。そんで後乗せネギのシャキシャキ感、そうこうしているうちにお団子焼きましたから、ちょっと食べていきましょうね。で、そうだ、こっちですね、その間にこっちもひっくり返しつつ、こうお醤油つけてってことをしていくのか、忙しい飯だ今回。おいしょ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 、おいしそう。で、こうで焼いていきます。これ結構なワンパクセットだよね、言ってもめちゃめちゃうまい、だって今焼きたてだもんね、それはうまいよね、うん、うん、
でこっちももう焼けてんのかな、こんなもんかな、よし揚げましょう揚げましょう、こっちに揚げて、でカレーうどんも全然食べてないから こっち行きましょう。で、あ、こっちお餅もあるんだ、お餅、あ、これお餅じゃない揚げかな、揚げだ、あ、これ揚げだ、ごめんなさい、お餅じゃなかった。さすがにいくらなんでもお餅と団子のセットはないね、ちょっと安心したかもしれない。いや美味しい、ふわふわでありながらじゅわじゅわなお揚げ。でもこの分かってもらえるかもしれませんけども、カレーうどんのスープに関してはもうね、スープ感がないね。いやこの感じかなり好きよ。さすが米田コーヒーさんの系列というだけあって、もう結構満腹になってきました。これすっごい満腹メニューだよね。なんかうどんとお団子食べてんだもんね、それは満腹になるよ。いやこれびっくり。そんで僕が知ってる米田コーヒーさんと一緒で、やっぱり僕より年配の方もたくさんいらっしゃってて、みんな結構ガツリ食べてんだよね、すごいよね。おいしい、はい、上手に焼けましたね。焼けました。おいしいです。そう、まさにちょっとこの焦がしてる感がある焼き方、めっちゃおいしい。いやだいぶお腹いっぱいだ。なんかもうゆっくり食べてたら食べきれなくなる恐れまで出てきたので、バッていっちゃいましょう。このウサギってもしかしてそういうメッセージだったのかな、亀みたいにノロノロはダメだよってことだったのかな。カレーうどんはいっちゃいまして、あとはお団子ですね。いやこれなんか嬉しいね、最後の存在お団子2個残し、何気に嬉しいね。ごちそうさまでした。いや本当に大満足の素敵すぎるセットを今日は食べた気がしますっていうのはいいんだ、それはいいんだ、それはいいとして、また変なコメント来てんだ、だから紹介しますけれども、サンクリトさんからのコメント、トマトですか、違うよトマトじゃない、トマトはリコピンが豊富なやつ、ハイジーは顎がピンとしてるだけ。メニュー見ていきますね。これは皆さんも多分見たいはずですよね。はい、まずこういうもうテイストはもう至って和です。本メニューはねこうなってまして、1ページめくりますといきなり甘味から入るんです。ここでぜんざいね、お餅も美味しそうで、冷やしぜんざいもあります。お餅の形が変わります、冷やしになると。でクリームぜんざいね、角が生えてます、クリームぜんざいは。で角の周りにちょんちょんちょんと3つお餅で、本わらび餅もあったり、お茶の子、これ160円で単品で注文できるやつですね、嬉しい。お茶の子のみでの注文は承っておりません、残念。クリーム蜜豆、クリームあんみつ、この辺は行きたくなっちゃうよね。でお手頃サイズを2倍選べるダブル甘味、これ2品ごとに選べるの、セットでこの中から2品選んでいいの、素敵じゃないこれ。ちょっとお茶しに来る感じじゃ終わんなくなっちゃうっていうやつかもしれないよ。でもこれだとページをめくりますと、抹茶スイーツのコーナー、あ、抹茶白のワルもあるんだ。でおもてなしパフェで、きな粉があって、これ何何これ、ぐるりんぱになってる、何これ。これこうなってくると完全に輪郭とヘアスタイルの感じしますから、まちゃまちゃさん思い出しちゃいますけども、特選ソフトクリームっていうのもおそらく相当美味しいのでしょう。でパフェももちろんあります。いろんな形でスイーツが楽しめるのね。めくりますと、はい、焼き物、さっき見たかな。ただお団子は実は3種あるんです。醤油、きな粉、あんこで3本ずつの注文ですね。で追加は1本ずつから。で驚きなのは五平餅もあるんですね。大福、磯辺餅と焼けるシリーズがこんなにあったんだ。いや五平餅僕大好きなんだけど。かき氷もあります。冬でもあるのかなこれね、夏じゃなくてもあるんだ。かき氷メニュー豊富だね、やたらと。でさっきの鉄板あんかけスパゲッティ、レトロスパゲッティ、ベジ玉焼きうどんで、うどんと一緒にお雑煮とかお雑炊もありまして、セットです。さっき見たかなこれもね、こう切って、で抹茶、そこさっき見たね。でこれに関してはもう抹茶、抹茶、あれ抹茶抹茶さんだ、また抹茶抹茶さん出てきた。実はほうじ茶もありまして、いやほうじ茶オレとかすごい、このクリームはやっぱ米田の感じ出てるね。でさらにこう切って、
あとドリンク系、モーニングにおにぎりと味噌汁とわらび餅のセット、ああこれはここならではだね。で普段の米田っぽいのもあったりとかしております。で最後におかげあんと、そんでなんとなくみんなで注文するとしたらシリーズで、みんなでなんとなくページを開いてここを来て、じゃあこれだとか言いながら、じゃあこれこれかこれどれだとか言いながら、あ、ちょっと待って、もう何でもないお飲み物のマークさせちゃった。